いやね、もう始まりますよ。もう始めます。初めましての人は初めまして。生き残るためにアイテムの使いどころを考えてしっかりと戦略を立てる。まあもちろんナイトメアでいきます。俺を舐めるなっていう話ですよ。始めましょう。で、どういう始まりなんでしょうね。マンマだと2位かな、多分。セバスの家が火事で燃えたってとこからじゃないなんてか。こった、嘘だろ。おお、そこから始める。前作で、足早いね、最初から。あったんですよ、火事。セバスちゃん、この主人公ね、セバスちゃんはね、火事でね、娘を亡くすっていう、まあそういう事件を経てるわけなんですけど、多分その時の記憶そんな。から始まるってことでしょうね、これは。まあ入りましょうか、とりあえず。なんかありますかね。なんか多分ここら辺を探索しても何もないと思うんですよ。だってまだ何もないんで、本当に。ここ、まあ玄関は多分開いても開かないって言われるんでしょ。ここらね。だから窓から突入や。いきます。我々、お前、拳で割るんや。お前何でも割ってきたんやんけ、拳で。道具を使うんやな、現実世界では。まさか上にいるのか。おお、手がねてまんねん。いろいろとなんかあるかな。お待たせお待たせ。ダディって書いてるで。疲れてたんやろうな、親父。お、出いておいない。で。リー、どこだ。パパだよ。助けに来た。助けてく顔れが。なかったでしょ。怖っ。リリー。夢かな？夢を見てる。そっからの話か。セバスチャン、久しぶりね。3年だ。3年もお前を探し続けてた。3年空っも？ぽの瓶の底にでもいると思った。私がミジナとな。なぜ今になって現れた。見つからなかったのは彼らがそう望んだからよ。落ち着いてセバスチャン。お前、あの病院で何が起きるか知ってたんだろ。ビーコンで起きたことは過去のこと、もう忘れて。警察が押し付けたカウンセラーみたいな言い方だな。あいつは何も知っちゃいない。だがお前は違う。教えてもらおうか、メビウスについて。おお、また酒飲んどったんか、こいつ。来た理由はこれ。めっちゃ綺麗やね。どこでこれを手に入れた。リリーはまだ生きてるわ。リリーは死んだ。
警察の報告書もある。組織も済んだ。事実は都合よく書き換えることができる。死の偽装なんて簡単よ。つまらない嘘を言うために現れると思う？リリーはまだ生きてる。私たちの元で。でも危ないの。あの子を助けるのを手伝って。助ける？娘に何をした？その手を離せ。怒ってるね、お父ちゃん。あなたは喜んでついてきてくれると思ってた。こんな茶番に付き合う暇はないの。あなたが必要よ、リリー。待ってる。ちょっと次から字幕出しますね。字幕出てないやん、最初の設定じゃ。外の新幹線とかうるさくて今聞こえんかった。目が覚めたのね。よかった。ねえ、最高の目覚めだ。ここはどこだ？組織が所有している施設よ。これが全能のメビウスか。やめて。彼らがどれほどの力を持っているかあなたは分かってない。そうだ、元刑事を誘拐して助けを請うくらいだから。相変わらず笑いのセンスはないようね。無駄話はもういい。娘はどこだ？焦らないで。答えはここにあるわ。ステム、ビーコン精神病院で起きたことは不運な失敗だった。だが私たちは得た知識をもとに新たに大幅に改善されたステムを作り上げた。俺の娘とどう関係がある？考えてみろ。無数の精神が結合した世界よ。一人の幸福が皆の幸福になる。この装置、この奇跡で人類は偉業を成し遂げようとしている。あまたの精神を支えるためには汚れのない純粋な精神が必要だった。純真な子供の精神がね。リリーさせてやんす。リリーをあの機械に繋いだのか。君の娘は非常に優秀だ。今までのコア候補の中で一番安定性がある。彼女のおかげで新型ステムは素晴らしい成果を上げていた。最近までは。一週間ほど前にリリーが消えた。信号が届いてこないの。そしてステム環境が壊れ始めた。技術的なエラーだろうし、すぐ直せる。だからメビウスのエージェントチームを送った。でも彼らからの連絡も途絶え、通信は遮断された。こういうことだ、ミスター・カステヤノス。私は君にチャンスを与えている。娘ともう一度会えるだけじゃない、命を救える。過去に君が成し得なかったことだ。娘を救うか死なせるか選びたまえ。実質選択肢は一つや。セバスチャン、頼んだわよ。あとお願い。エージェントを見つけたらできるだけ協力して。信用してないわね。でも目的は同じよ。ああ、分かった。俺は一人で問題ない。リリーを見つけたらすぐに連絡して、こちらで抽出作業を始めるから。私はここで待ってる。中でもう一人あなたを待ってる人がいるわ。なるほど。行くわよ。
わかったぞ。マイラも入っとうってことや、多分。向こうでは気をつけて。あなたが頼りよ。ステムエントリー3番2-1。ジョセフが知らん。もしかしたら生きとうかもしれん。中でもう一人あなたを待ってる人がいるって言ったんは、もしかしたらジョセフのことかもしれん。確かにいつもとは違いますね。始まりますね。サイトフレックス、いろいろ喋りたいことあったんですけど、ちょっとムービー中だったんでね、できるだけ黙ってました。この辺はもうああ言うとだけやから、どうでもいいですよ。キントマンはね、あ、映像途切れます。それは僕のピンが悪いせいかもしれないです。ちょっと携帯で確認しますわ。これは、ここはどこだ。さて、サイコブレイク2始まりました。いやね、言いたいことがあったっていうのは、またお前酔いつぶれとったんかいっていうのは、そういう話がまずね、キッドを探してたキッドを探してた言うてましたけども、またお前酔いつぶれとったんか。パパ助けて、すぐ行くぞリリー。パパ多分もうマイラ、すごい受け入れたくないのは分かるが、もういないんだ俺たちの娘は。いやよ、認めないわ。絶対助けてくれないなら私が真実を突き止める。なるほど。は一体何なんだ。マイラ死んでないってことは薄々気づいてたんですね。キッドは多分単純にもうセバスチャンを助けようとしてくれてると思うんだよね。前作の話の流れから。カステアのステージ電話よ。3年前の事件やな。で、あの黒服の上司っていうのはおそらくキッド編で出てきた上司と同一人物だと思います。んだから、まああれはルビックが作り出した偽物の上司だった可能性が高いですね。でもキッドも結局利用されてるんだと思うんですけどね。おっと、聞こえます。ここはしっかりしてセバスチャン、うまくいったわよ。気分はどう。最悪だでしょうね。ひどい二日酔いみたいだ。大丈夫、精神が適合すれば落ち着くわ。メインシステムから離れた場所にいるから通信は確保できる。この建物はあなたのルーム、あなたの記憶から作られた安全地帯よ。俺の記憶。安全地帯。それなら妻と娘はどこに。ここは俺のいたクリムゾンシティ警察か。潜在意識が作り出したのよ。自分の胸に聞いてみて。本題に入りましょう。ルームに情報を送ったわ。記憶と違うものはない。
クスキューショナー、あれでね、多分ステムが、ステムちゃう、メビウスは新しいステムの開発のためにいろいろデータを取ってたよね。それがまあどんどん進化して3年でここまでの形になったってわけだ。飼っていた覚えはない。おーおーおお、これはキットのダウンロードコンテンツのセーブ部屋やな。一緒ってことか。猫ちゃんかわいいね。かわいい。ええ、しょ、どこから掘り出した記憶だ。小学校か。スライドフィルム、カメラ付き携帯が主流である現代では使われない過去の遺物。高齢者の家の屋根裏やフリーマーケットなどで稀に発見される。セバスチャンのルームにある映写機で内容を確認できる。ほう、なるほど。このフィルムで映写機を、じゃあ映写機でこのフィルムを映すことができると。リリー、1個目しかないやないかい。キッド、いるか。ずっといるわ。機械が壊れなければリリーの話はしなかった。俺が残りの人生を嘆いて過ごそうがどうでもよかった。そうでもないと思うねんな。言えなかったのよ。そう。言ったら殺されてた。そう。信じていいかわからない。嘘をつく理由がないわ。俺を操って都合のいい駒にしたいんじゃないのか。これが初めてじゃない。嘘から始まった中だが。もういいわ。そう思われても仕方がない。キッドかわいそうやろ。家族を失う辛さを分かってない。失える家族なんてない。家でしたからな。この世に連れてきた二人には娘というより荷物扱いされたわ。失える人間がいるだけマシ。そういうことか。かもしれない。少なくとも大切にしてくれる人がいた。それはそうだ。キッドにとっては。セバスチャンが初めてのその大事にしてくれる人やったんかもしれんからな。主に倒した敵から入手できる気持ち気持ち悪い液体って書くなよ。集めると能力を向上させることができる。聞きました？音一緒でしたよ。こう手抜きじゃないですか。ブキュって、ブキュってな。探索がメインになるってことなのかな。いつものや。ビーコンと同じだ。ここから出られるはず。サイコパスすぎるな。ダメだったのか。ああ、なるほど。鏡でまたここに戻ってくれると。いつもの流れですね。セーブ端末、ああこれでセーブできるんや。もう完全にメビウスを隠す気がなくなってるんだけど、メビウスのマークついてるから。あ、面白いやんこれ。端末でセーブするって。世界ユニオンを調査する。そういうことよ。ユニオン、今回のまあ舞台となるところがこのユニオンってところ。どうしよう。過去の映像を見させられてるのか。リリー、どうした。この子の頭壊れちゃった。大丈夫。ママに聞いてごらん。ああ、何でも直してくれるよ。綿が出ちゃってる。綿こう。幸せな家庭だったんだろう。セバスちゃん、どうしたの？大丈夫？マイラ。俺は素晴らしい家族を持った。わっか。妻は驚くほど聡明で美しい。大丈夫に決まってる。マイラ、こっち。働きすぎなのよ。あなたぼーっとしてるわ。何かの病気じゃないわよね。なん、サイコブサイクって。もう大丈夫か。ラミさん、やっぱあかんのかな。サイコブレイク2になって品質が良くなりすぎて動画が重くなってる可能性はある。確かに、それだけが確かに。この場所でいいのか。今回危惧する。おおおおお、扉が出てますね。
後ろには進めない。武器ってないよねまだ。はい、じゃあ始めていきましょう。お、 UI がちょっと変わってますね。なんだこれは、なんだこれは。西室はタコ。なんもない。お、なんか書いてる。ウィリアム・ベーカー。ウィリアム・ベーカーってなんかおらんかったっけ、さっきのポスターの人らの中に。あるかな。あ、ないか。気のせいかもしれんけど。102、102、ウィリアム・ベーカー入ったらおるんかな。ちょっと ライトは最初からあるわけね。狙ってテラスはできひん。キッドの時みたいに。何これ何これ何これ、ちょっと待って。ちょっと怖いな。目やんこれ。目。目ばっかやな。目ばっかやこれ。わかへんのかい。音楽流れてる。見れなかった人はアーカイブで見てもらうしかないんか。なんだここは。それは俺も見たい。え、もう早速死んでないこいつ。ウィリアム・ベーカー調査チームの一人ベイカーか。やねんこれ。どうするってこと、これどうするって、これをこんな綺麗に撃たれて死んだみたいなさ。入れるこの中、このゾーン。おお、繰り返されてるよな。あ、おお、銃パクれ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 。銃をパクるんや。銃パクる。この中青いってことは、なんかあまり良くない影響が出てると思うんだよね、このゾーンは。ごめん、最初に死ぬのチームリーダーやったわ。ごめん、あのマッチョマンじゃなかったわ。マッチョマンやと思ってたけど。いや、いいからいいから、もう銃奪えってさっさと。奪え、奪え。チェックポイントってことなんじゃん。セービングはチェックポイントやな、今回。お、人がいる。何あの人。あの人が、よくないってやな。カバーの出入り。バツ、あー、これ、キッド編にあったやつね。うん。なるほど。え、あ、見せた見せた見せた。は？は？意味わからんねんけど。ちょっと待って、今意味わからんくなかった？は？おい、今意味わからんくなかったか。ああ、罰で罰か。ああ、わかったわかった。あのね、操作がわからんかっただけやから今の。だって初めてやん今の。初めてのさ、アクションでできるわけなくない？そんなんお前さ、あの、いきなり、あの、ピッ、あ、うん。できるわけなくない？そんな。だって。
俺無理やと思うな、さすがに。はあ、愉快なり。バタン、まずこれをやらんかったらええやん、セバスが。カバー中に L で所有物に沿ってカバー、うん、これが分からんな。カバーのコーナーで矢印の方向に移動すれば。ちょっと待って、矢印の方向ってどういうこと？矢印が出るわけ。ああ、こういうことか。ああ、分かった分かった、分かりました分かりました。オッケーオッケー、操作方法分かったよ、これ多分。奴は一体何者だ。オッケー、またこのやゾーン使えるやん、あいつ。もう入りますか。さっきの下と同じ手口だ。すごいなこれ。おほほ、つられてるで、いっぱいいっぱい死体釣られてるで、あんた。この辺は入れ、探索はどっからできるんやろな。ほらほらほら、とりあえず殴りたいけど、まだ近接攻撃すら覚えてないからな。とりあえず殴りたいねんけど。どこに行くんや、ん、どっか抜けれるとこあるんか。あん、わかんねえじゃねえかよ。お、あったあった、これか。なんか増えてない、死体増えてない、死体増えたよね。うん、俺増えたと思うわ、多分増えた。増えるねんな、やっぱ死体って。めっちゃ取るやん。くそ、目、友達みたいなマークが。全然戦闘始まらんな。非戦闘民族やな、セバス。まだ非戦闘民族やわ。鏡？鏡に何か映るっていうパターンやろ、これ。一体何だ？取られた。ラウラっぽかったけど、違うかな、今の。お、え、今回のラウラポジション、これは。とりあえず逃げようか。え、どこ？あ、ここ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 。おい、ふざけんな。え、どこで逃げるんや。ふざけんな、たまに。ふざけんじゃねえよ。後ろ見たいねんけど、もうこっちかない、すいません。飛び越えろ、飛び越えろ、 OK。 あぶな、近いな、近いな、近いって。今回のチェーンソーは怖いな。これや、これ、そうでもないぞ。おお、頑張るね、セバス。そうよね、フリールック欲しいな。それかサードパーソンやから、もうちょっとさ、頑張るとか。ダメやけど、これ何もしなかったら回復するっていう、昔の、そういう規定があってんけど、ないんか。一体、何だったんだ。ラウラに変わる化け物が出てきてますね、今回。あ、ネズミ。かわいそう。いけるいける。全然いけるよ。回復ってするんかな、何もせずに。アカデミーがあったからさ、回復するんかなって思ってんけど、全然せんな、こいつ。トラバサミないな、確かに。
いやしょぼいわ、まだまだまだしょぼい。ここに降りるわけ、逃げなあかんやろ。どうせ音は聞こえなくなったな。音だけじゃないんだよね。よし行こう。ほら分かってた。うわすっげえこいつ気持ち悪い。今回の敵気持ち悪いな。前作よりだいぶ気持ち悪い。おい投げんな、そういうの、そういうのを投げるな。またいつも。丸もがく。おお、よけたよけた、すごい。帰ってきた。とりあえずあの何が起きてるのかさっぱり分からんな。変なとこから出れた。あるやん、自動回復。体力ゲージが赤い時、体力が1点まで自動回復する。あー赤い時だけ。じゃあクラッチボタンはちょっとあれなんや。